マッスルカー、マッスルカー、英語、マッスルカーは、主に1960年代後半 -1970 年代のアメリカ車。一部は、オーストラリア製造のアメリカ車の中で、特に、ハイパフォーマンスな車のことを指す。オックスフォードディクショナリーは、高パフォーマンス、高速の自動車だが、中でも V-8 エンジンを持ち、 米国で主に1960年代と1970年代に製造されたスポーツカーとの定義、説明を掲載している。メディアム、ウェブストルデクショナリーは、米国製の2ドアスポーツカーで、高出力のエンジン搭載で高速運転のために設計されたものとの定義を掲載している。マッスルカーという呼び方は1960年代でも、ごく一部の人が使ってはいたが、 広く、一般に使われ始めたのは1980年代以降で、該当する車種は2ドア構成の大きくて重い車体で、大きなトルクを発する V 型8気筒エンジンを搭載し、後輪駆動であることが共通した特徴である。当時のアメリカ人には、まだあった発想や思考を反映している車である。スポーツカーや、グランツーリスモ全般を指す用語ではなく、特に、 アメリカ車を指す用語で一部オーストラリア製アメリカ車であり、当時の欧州車や日本車などには基本的に該当する車種白、また2ドアで大型の高出力のスポーツカーが仮に作られても基本的にはそう呼ばれることもない。抗議のマッスルカーの起源は1955年のクライスラー300シリーズ、現行のクライスラー300とは別物に遡ることができる。 ただし、この車はかなり豪華で、その上値段が高かった。中型車に大パワーのエンジンを搭載する案は、1957年に ANC が自社の中型4ドア車レーベルに4連キャブレター付き燃料噴射装置は、オプション 255HP、または 190.2kW を発生する5.4リットルエンジンを搭載したことによって具現化した。この車は 4マイルを17秒で走りきり、当時のアメリカで最強の4度アーシャと認められた。マッスルカーが広まり始めたのは1960年代初期。ダッチだト、413立方インチ6.8リッター。当時の米国車は排気量を立方インチで表記していたが、講師となり、1964年に427立方インチ7リッターのフォードサンダーバード。 フォードフェアレインのマッスルカーバン、1965年に426立方インチ7リッターのダジヘミエンジンが発表された。1970年前半頃には、マッスルカーはその歴史の頂点を迎え、アメリカやオーストラリアの自動車メーカーは、マッスルカー市場でエンジンの馬力の大きさを盛んに競い合うようになり、派手な広告合戦も行われていた。 その結果、一部のメーカーは450馬力超という大馬力のモデルまで発表した。が、1970年代半ばから後半にかけて、米国の社会の変化を受け、マッスルカーの車種の多くが、一部は生き延びたが、ほとんどがメーカーによって、新車で販売される車種から消えていくことにった。実は、 マッスルカーに興味を持つ人が増えその車種も増えていっていたちょうど1960年代に、すでにマッスルカーの衰退につながるような社会的な変化が、米国内で起きつつあった。自動車の排気ガスがもたらす、大気汚染の問題の大きさに、米国の人々も徐々に気づくようになってきて、1963年には大気浄化法が制定されたが、その後も、 対策の強化の必要を感じる人々は増え、1970年に大気浄化法、排ガス規制法の改正版、通称でマスキー法、マスキーアクトと呼ばれるものが議会を通過したことの影響も大きかった。これによって自動車メーカーはこうした法律に適合するように、排ガスの質を改善するためにエンジンの圧縮比を下げたりキャブレターの数を減らしたり、 するなどの対策を打つことになり、これは結果としてエンジンの出力も下げることになった。また安全面に焦点を当てた全米自動車安全基準も改定され、衝突時の乗員安全確保の強化目的でバンパーをより大きいものにするきりになり、バンパーがより大きく重くなった分、加速性能やエンジンルームのスペースなどが犠牲になることになった。 決定的だったのは1973年の出来事だった。政治的な理由で1973年にオペックが米国への石油の輸出を規制したこと。1973年石油危機をきっかけとして、米国内でガソリンが供給不足となり、多くのガソリンスタンドからガソリンが消え、たとえある場合でも記録的な高価格となり、米国経済全体も大打撃を受ける事態となった。 この石油危機は数ヶ月であったものの、それまで無邪気に思い描いていたほどには、石油の供給というものは確かなものではないということ、大量の石油消費を前提とした仕組みに依存しすぎるとの危険にも米国人は気づき、米国議会は積極的に石油危機対策を打つ必要から、カフェ、自動車メーカー別平均燃費規制を導入し1978年の 販売モデルから対象とすることにし、これによって決定的に、各自動車メーカーは特に燃費の悪い車の販売は止める決断をするようになり、結果として、マッスルカーのほとんどが新車販売から消えていくことになったのであり、皮肉なことにマッスルカーはその歴史の頂点を迎えた直後に新車市場から消えていくことになったのである。米国の人々は、 もっと燃費の良い車を、そしてしばしばもっとコンパクトな車を選んで購入するようになり、米国の各メーカーがハイガス規制値の実現に苦労する中、技術革新で見事にハイガス規制値を達成したホンダなどの日本車を購入する人が増えた。ただしその後も独特のスタイルの60年代、70年代のマッスルカーを懐かしみ愛する愛好者は米国に羽織り、 今でもメンテナンスされ乗り続けられているマッスルカーもかなりの数あり中古車市場でそれなりに立派な値段で取引されたりリストアされたりしているマッスルカーが中古車市場で人気を保っていたのを見ていたアメリカの自動車メーカーの一部がそこに商売のチャンスを見つけ2000年代に入ってかつてのマッスルカーに外観の雰囲気を似せた ただし近年のハイガス規制などに適合しておりエンジン周りの技術、馬力、トルクの値、また様々な技術が60から70年代のものとはかなり異なっているを新たに開発し新車販売され、一部の人が購入しており、こうした車は60から70年代の本来のマッスルカーと区別し、ニューマッスルカー、モダンマッスルカーなどと呼ばれるようになった。オーストラリアではホールデン、 GM 参加やフォードモーターが初期の頃から独自にマッスルカーを製造を販売しており、その名残は現在でも見ることができる。イギリスでは一応のマッスルカーとしてフォードカプリアボックスホールフィレンザが販売されていたが、欧州ではホットハッチ文化が強かったため市民権は得られなかった。2000年代後半から GM フォードクライスラーから マッスルカーのディティールを受け継いだ車、シボレーカマロフォードマスタングダッチチャレンジャーなどが登場し、人気を博している。これらは、かつてのマッスルカーと区別するために、ニューマッスルカー、またはモダンマッスルカーと呼ばれ、こう呼ぶ場合は1960年代のマッスルカーは、レトロニムでオールドマッスルカーと呼ばれることもある。カードライバーが1990年1月号に、 掲載したマッスルカーベースト10というリスト、主としてエンジンに焦点を当てて作成されたリストでは以下の車種が挙げられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。